録画開始きましたよ、うん、配信 OK オープニング8ですすごい、はい、こんばんは、ご機嫌いかがでしょうか。ルーリーのお部屋、著者の本棚です。今日はですね、スタートうまくいったような気がします。このまま最後まで突っ走りますということで、今日は第何回だったっけ。29回です。29回もすごいですね。続いてるんですよ。素晴らしい。すごい、やめられないですね、ここまでいくと。はい、本日は泊まり手動、はい、手動はい、ということで、音楽はですね、あの橋本翔太さん の, あの提供なんですよ。あ、そうなんですか。タイトルがね、朝子だったっけな。はい、お違うわ、ちょっと待ってください。どこ恋の、あ、そうだな、リボン結び、あなたに恋のリボン結びでした。あのオープニングとエンディングのタイトルがどっちがどっちか分からなくなりましたけど、ね、一瞬ということで、はい、もう2週間経ちました。あれから前回はですね、録画がなんかうまくいかないというか、ああ自分で、あの、まあ、切ったのが1回と、はい、あとは自然にブチッと切れたのが1回で、うん、ちょっと大慌てだったんですけど、でもうまく録画ができていたので、これは1つにして、やっとほっとしたというところです、うん、何が起こるかわからないんです。今日も何かが起こる、持ってるかも。知らないということです。まず自己紹介から私いきます。はい、名前が沖本瑠璃子と申します。そして普段は5分会議を活用した人材育成、そして組織の活性化、1分トークコンサルタントという肩書きで仕事をしております。そしてこのルーリーのお部屋、著者の本棚は、私も本を書いていることもあるので、その時にですね、他の著者の方がどういう本を読んでいるのか、これを知りたいと思って、まあ、聞いてみようかなという発想なんですね。そうすると他の人にもこれ聞いてもらえばいいかなということで、このユーストを始めたというわけです。ということで、1年前にやろうと思って、うん、よくわかんないままスタートした状況なんですね。やるのがすごい。そうですかね、うん、だんだん備品も増えてくるんですよ。ついにはあのライティングでライトまで来て、ちょっと綺麗に映るかなみたいな感じですけども、ね、あと今度このカメラもなんとかしないとなというふうに思っています、うん、あとね、音楽とかいろんなことも、なるほど、あとちょっと今日試してみたんですけれども、実は今この録画して放送している、まあ、ツール、本当はもうちょっと先に進んだものを皆さん使ってるんですよ。それちょっと今日やろうかなと思ってダウンロードしてみたんですけど、うん、まだよくわからないので、またそのうちに、あの放送できなかったらまずいので、そうですよね、また次回うまくいけばということです。で、まあ、今日はですね、数字をまあキーワードにお仕事をされているというゲストをご紹介いたします。ということで、まあ、自己紹介絶対していただく形になってますが、はい、笠原さんから自己紹介をどうぞよろしくお願いします。はい、でも自己紹介終わったような定理でここに座ってますけども、皆様はじめまして、深澤慎太郎と申します。数字力トレーニングの専門家と、まあ、数学の教科書の数学を教えるんじゃなくて、社会人の数字力、数字に強くさせるためのトレーニングをする専門家ということで、お仕事をしております。まあ、あの教育の仕事なので、社会人向けの研修であったり、あの学生に教えたり、あるいはまあ本を書いたり、そんなようなことを普段やっています。今日はこちらの方にお邪魔させていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします、うん、ということで、もう早速ですね、はい、いろんな方が書き込みをしてくださっています。まず神戸さんですね。この方はもう解禁賞で1回目からずっと参加してチャットを書いてくださるんです。すごいですね。しかもダメ出しもしてくださる。音入ってないとかね、あ、画面がどうか、ね、貴重な存在なんですね。もう、はい、なるほど。でないとあの音が入ってますよね、音あの 今聞くなみたいにありますけどね。入ってるのかなと思っていますが、はい、神戸さんから、あの、秋元瑠璃子さん、深澤慎太郎さん、こんばんは、瑠璃子さん、一人ぼっちでなくてよかったですね。あ、そうそう、あのゲストまだ来てないとかって、もしかして一人かもっていうねことだったんですけど、すいません、もうギリギリできました。東京ってあの電車の遅れめちゃめちゃ多いんですよね。そうですね、うん、ちょっとね、東横線の方がちょっとなんかあったみたいで。そうなんですか、はい、でもちゃんと来れたっていうのもすごいですよね。走ってきました。ありがとうございます。走ってよそに行かなくてよかったね。じゃあ、あの中継はね、やり取りしながら中継かもっていうのがね、あったかもしれないです。そうですね。はい。ということで、今度村井さんから、こんばんは。今日は余裕で拝見できます。余裕って、どっちが余裕なんですかね。私かな。で、はい。神戸さんから、
音声良好です。何かが起きること期待していませんよ。あ、よく期待していませんよ。期待してないんだ。あ、よかった。何も起こりません。なんだ29回すごい。もうそうなんですね、うん。みんな、あ、解禁書、あ、神さんも解禁書だから29回すごいですね、すごいですよね。すということで、村井さんから数字と聞いただけで鳥肌が、うん、やっぱ数字って ね皆さん嫌ですよね。ちょっとこう嫌かなと思うんですよね、うん。でもあれですよね、セミナーを受ける前と受けた時すごい違う、なんかイメージと全然違ってびっくりしたんですよ。あ、私がですか。はい、数字っていうからもう本当に私は伝えるっていうことからいくから、うん、もうちょっと違うイメージだったんですけど、本当にこう私のイメージとは違う数字での伝え方だったんですよ。あ、なるほど。具体的に数字で言いましょうっていうだけかと思ったんですよ、うん。でもその具体的なものがもっと分かりやすく、うん、というセミナーにちょっとびっくりでしたね。あ、そうですか。それが結局いろんなそのテレビのコマーシャルなどで使われているんですよね。うん、そうなんですよね。そうですね、うん。ちょっと四則演算するだけとかね。そう。だから数学とか数字っていうイメージがちょっと違いました。違うと思う。うん、全然違いました、うん。びっくりなんですよ。だから皆さんも本ももちろんですが、セミナー参加するといいですよね。大体皆さんだって。皆さんって言っちゃいましたね。大体皆さん楽しいって言って帰っていただけるんですよね。はい、そう、うん。ゲームみたいな感じ、ね。そうですね。うん、ただまあね、遊ばせて帰らせるわけにはいかないので、もちろん使えるということですけどね。メッセージをちゃんと込めるんですけども。うん、やっぱりその先入観としてつまらないもの、冷ややかなものを、そう、なんか難しそうなものを、難しそうっていうのをね、最初はもうそこまで行く気にもならないですよね。どうしてもやっぱそういうマインドでね、スタートするので、いかにそれをちょっとね、ちょっとですよね、思います。私もそう思ってましたけど、これは使えるよとかって思いましたよね。私もだから私も伝える系なんですけど、そうですよね。で、具体的な数字って言ってますけど、うん、もっとその踏み込んだ数字っていうので、これは面白いなと思います、ね。ありがとうございます。でも本当に広告とかそのポスターとかチラシを作るときにもっとこう使えるなっていう。うん、そうですね。うん、だからまあ、キャッチコピーですよね。そう、コピーライターの方とかだから、うん、ね、プロモーションの方とかっていうのも、受けてほしい。そうですね。お店で私に数学関係ないからと数値関係ないからって言ってるけど、うん、いやいや、例えばケーキ屋さんもそうだし、お好み屋さんもそうだけど、使えるものですよね。うん、はい、人間ってもう感情の生き物なので、うん、誰も言うまでもないんですけど、はい、だからそのいかにその感情を動かすか、うん、お客様との心理戦に勝つかっていう視点で数字を眺めると、そうですね、やっぱり意外と深いし、はい、学びは必ずあると思いますね。そんな深澤さんは、なんでその数字にたどり着いたんですか。そもそも数学大好きだって、算数から数学行ってずっと好き。そうですね、学生時代はもう数学オタク、数学オタク、うん、もう数学ばっかり勉強してた、はい、学生時代はもう皆さんのイメージする数学ばっかりやってる学生、うん、まさにあんな感じだったんですね。で、その後数学の予備校の先生になりまして、うん、でなったんですけども、ちょっとつまらなくて、うん、すぐ辞めちゃったんですよ。なんか違う、つまんないと思って、うん、半年ぐらいで辞めて、で畑違いの業界に行こうと思ってファッションの業界に行って、うん、サラリーマンを十何年やってで、まあ思ったのは、その意外とそのビジネスパーソンって数字を使えてない、みんな数学嫌い嫌い嫌いっていう、うん、ということはみんな嫌いということは、そこにビジネスチャンスがあると思って、だからまあもともと数学を教えてる人でしたから、うん、ビジネスマンにそういうものを教える専門家って一つブランドとして立つんじゃないかなって。その数学を教えていたのって学生ですよね、うん、そうですね。で、今度は今ビジネスで数字ですよね、うん、この全然違うのにどうしてこういう発想にいったんですかね、うん、ああ、やっぱりその何て言うの、現場でみんな使ってないっていうことをすごく実感した。そうかそうか、言えますね。学生の時なんだけ数学学んだけど、今、はい、そう、その数学あんまり活かしてないのかする、うん、ちょっとしか、そう、ちょっとお釣りの計算とか、まあ、売り上げとか、そういうちょっとしたところしか使ってなくて、うん、応用できてないですよね。そうですね。で、私のいたのもそのファッションとか、ね、アパレルとかっていうそういう世界だったものですから、うん、やっぱりなんて言うんでしょうね、こう会話がこうフィーリングベースで、やっぱり定性的な表現だったり、まあ、なんとなくこっちが売れそうだからこっちでいいんじゃない、なんていう会話で物事が意思決定されていったりっていう世界を見てきて、うーんと
モヤモヤしてたんですね。そっか、なんだ、あの最初の本読んだ時に、ほっとくと画面が省エネなんで、いいことです。あ、戻ってきた、はい、固まった、固まってる、失礼、あの最初の本読んだ時に、あの女性の社員と男性の人たちの会話で、はい、ありがとうございます。数字ですごい話しているこの会話は揉めないなと思ったんですよ。大体のコミュニケーション系なんだけど、こっちの解釈と人の解釈で違うんですよね。それが絶対解釈が違わないような話し方でうまくこう会話してましたよね。だからこれコミュニケーションの本なんだと思いましたよ。あ、結構読まれてる方の感想で多いのそれですね。そうですよね。数字ってコミュニケーションの道具だよね、言葉だよねなんて言ってくれる人なんです。はい、そうですよね、その通りだなと。そうなんですよね、本当に意外でした、だから、ね、ビジネスと数字って聞くとみんなね、はい、あの財務会計とか、そう、私もだけそう思ってました。そのデータの分析がなんだとか、はい、そういうことイメージするんだけど、ね、もうちょっと手前の思いっきり手前ですよ。普段使う、職場で使うっていう数字の言葉ですよね。もう言葉ですよね。だからてっきりあの財務だと思ってましたもん。予算管理とか、そういうこともね、まあ、経営企画とかそういうところのそういうものかなと思ったら、全然違う。私はどの部門の誰にも使う、そうですね。そう、あの新入社員だろうが OL さんだろうがみんなが使うっていう、そうだと思います、ね、あと会社員じゃなくてこれ奥さんも主婦もみんな使いますよね。数字で言葉を使う、っていうのが分かりやすい本でしたね。ありがとうございます。思いました。いや、じゃあ学校で算数とか数学を教えていて、この社会人に数字、あんまりいないですよね、数字で教える人。いないですね。私の知る限りはいないと思う。そうですよね。たまにですね、なんかそれもどきの人はいるんですけど、でももどきで全然やっぱり違ってましたね。違ってた。はい、あのあまりいい、まあ他のある人がですね、こういう本を読んだと、数字的なことでっていうんだけど、全然面白くなくってつまんなかったって言われたんですよ。で、へえと思ったんですけど、勧めたんですね、あの こういうのありますよ、こっちすごいいいですよって言ったら、本当に全然違うと言われてました。やっぱり数字を追っかけているというか、数字に特化しているから視点が違って分かりやすくて使える、面白いと思ったじゃないですかね。だけど数字にこう特化した仕事をしてなくって、いろんなことができますっていう中で数字のことを語っても、大体まあありきたりの私でも使えるようなものの話なのかなっていうことがありましたよ。なるほど。だから使ってるようなんだけど、本当に使えていない人が多い。そうですね。まあ、社員研修とかも仕事としてかなりやるんですけど、あのそのご依頼いただく理由の一つに、これあんま喋れないことなんですけど、あの前はその財務、いわゆるその会計士の方とかそういう方に数字の話をしてもらってたんです、だけどなんか違うんだよなっていうふうに思ってたんです。で、深澤さんのそういうセミナーとかちょっと一回見てみて、はい、あ、これだって思ってお願いすることにしましたっていうケースがすごい多いんですよ。だからその、まあ、会計の先生は会計の先生で立派だし、分野、専門分野の持ちなので、それは素晴らしいことなんだけど、やっぱりそこと違う数字のトレーニングっていうのがやっぱりあるんだというのは、まあやっぱり確信を持った、そうですね、出来事ですね。その数字を使うんだけど、その前の計算の方は、あの小学校の時に学んだ算数ですよね。まさにやったような気がするっていうのがやっぱりですよ。なんか鶴亀さんとかさんとか、そうですね、はい、今これやるんだとかって思ったけど、ただそれをやるだけじゃなくて、それを今度どう使うかですよね。そうですね、そこがすごい面白いんですよね。そう、意外と使えるんですよ、算数って、そう、あれ面白いなとか思いました。ありがとうございます。だからどんどん使っていくといいですよね。私だから伝える系でそこちょっと使おうかなとか思ったりもするけど、算数できないやとか思って大丈夫ですよでもあれは本当にあの 使ったらいいという気がする、ね、そうですね、本当に。あの小学校の時にせっかく鶴亀さんとかいろいろやってるんだから、その先も教えてくれればいいのになと思ったんですよ。子供の時に使い方を、計算じゃなくって、それをどう使うか、そうしたらいいのにな。ね、どうしてもその受験のためになってしまってますので、そうなんですよね。だからまあこれからの僕の仕事の一つは、その
まあ、それはそれで必要な算数数学の教育なんですけども、それとは別個にその横っちょにちょっとこうこれから社会人になるための数学、算数なんていうのがあってもいいかなって思って、まあ、それがなんか日本の教育の、ね、スタンダードになるといいなと、そんなことをちょっと夢見てます。じゃあもうそのままついでに問いっていうのはなんですが、これ出たばっかりですよね。あ、そうですね。こちらの方もちょっとご紹介をしてもらってもいいですか。はい、ああ倒れちゃった。はい、本当に出たばっかり、まだ1週間経ってないですかね。はい、ほやほや、数字に強い課長になるための仕事のコツと、角川さんから、新刊が発売になりました。今のお話にもあったんですけども、まさに算数だけで課長のスキルはもう身につきますと。ほんまかいというようなことを私言ってますけども、まあほんまですと、算数だけで十分ですよっていうような内容ですね。はい、実はこの本私が出てるんですよね。そう、ね、ま、漫画、そう、なかなかこれお見せできないと思うんだけど、漫画になって、漫画というかそのキャラクターがね、そう、深澤先生っていうキャラクターと、もう一人その、はい、清水課長っていうですね、課長になりたての人がですね、こうキャラクターとして登場してきて、こう2人が会話しながらこう、こういう問題をどう解決していこうかなんていう会話をしながら、まあ、一つずつこう清水課長が学んでいくというような内容なんですね。だから、まあお勉強の本ではないんで、サクサク多分読んでいただけると思うし、ああこういうケースあるあるあるなんていうのもいくつかあるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、ぜひ、特に数字が苦手な方、ね、タイトル課長って入ってますけど、はい、課長じゃなくても、そうそうそう、課長って入ってるけど全然課長関係なくていいよっていう、とそう思いましたか。はい、ありがとうございます。そう、数字が苦手嫌いっていう全ての方にちょっとこれを読んでいただきたいかなっていうふうに思う一冊ですね。へ、はい、これがほやほやですね。ほやほや、ね、ほやほやです。よろしくお願いします。まさにもう今書店でもうバーンと並んでますので、ぜひ。絶好調ですよね。ぜひ。絶好調ですね。絶好調ですね。はい、ということで、鳥肌の出る村井さん、いかがでしょうか。田辺さんから、ちょっと気になるんで、一言アーカイブセットアップしてまいりますかって、はい、録画しています。録画停止ボタンが赤いということは、録画入ってるってことですよ。すごい。はい、あと、秀和かね村井さん。あ、金村さん、こんばんはということで、よろしくお願いします。この前、中華料理屋さんで3人で水越さんと飲み食いしましたけどね。私はなんか一日おきに行ってましたね、この時は懇親会。あと、村井さん、僕は経営計画局局経営計画局局長代でしたが、数字はさっぱりでした。法務部長でしたので、関係なく今からでもぜひぜひぜひ、はい、楽しく読めると思います。すごい必要ですよ、ね、ということで、まあね、この新しい本もだけど、全部でも数字関係の本ですよね。そうですね、まあ、やっぱりそこが専門ですからね。何冊目ですか。これは、ビジネスは7冊目なんですね。1冊学生向けにちょっと参考書のようなものを書いてるので、それを含めると8ですけど、すごいですね。なんか次々ともうこの前出てこの前出てもうどんどん、ね、追いつけないですね。どうなっちゃうんでしょう、まあ、また次出るんでしょ。次、そうですね、来月に、はい、ね、すごいな。いや、次々出されてもこっちは読めないわとかね。いや、そうだと思います。そんな読まない。これは必要かもって思ったのもね、読んでいただければいいかな。ただね、まあ、ご依頼いただける以上はプロとして答えたいなっていう思いで今はね、そうですね、お答えできない。いや、また何を書くの結構大変ですけどね。そうですね、でもそんな本を書くようになった笠原さんですが、はい、この本で影響を受けたとか人生変わったとか、もしくは思い出になる本っていうのってどんな本ですか。はい、じゃあちょっとご紹介しますね。よく一緒、はい、こちらに置いてもらいましょう。よく一緒、ちょっと外しちゃいますね。影響を受けた本ということで、そうですね、今日持ってきたんですけども、影響を受けた本というか影響を受けた人なのかも知らないですけど、週刊の専門家佐藤伝さん、はい、お名前ご存知の方も多いんじゃないでしょうかね。佐藤伝さん、伝さんの伝は伝えるというね、一文字を書きますけれども、週刊の専門家の方で、なぜ、佐藤伝さんが思い出に残る方かというと、そうですね、まあ、私が起業するときに、はい、まあ、起業するときで誰もが悩みますよね、
はい、そういう時に、まあ、いろいろなこう言葉をくれた方なんですね、まあ、勇気づけてくれたというか、背中を押してくれたような方なんですね。で、まあ、習慣の専門家ということですので、まあ、こういうのを習慣にしなさいみたいなのがいろいろ書いてあるんですけども、そうだな、いくつかご紹介すると、ビビッと感じてサクッと行動、ピンときたらすぐ行動しなさいってこれ言ってるんですね。まあ、言われてみればそうだよなっていうことなんだけども、それをなんて言うんだろうな、こう分かりやすい言葉でこう伝えてくれる方、爽やかなズーズーしさ、これでもね結構大事なことだなってやっぱ今になって思うんですよね。この爽やかなズーズーしさってこれすごい言葉だなって思うんです。ズーズーしいの感じ悪いズーズーしさはこれダメなんですよね。爽やかなズーズーしさ、ね、すいません教えてくださいみたいな、わかんないんですいません助けてくださいって言えるってすごく重要だよねっていうことをやっぱね、今になるとすごくやっぱ思う、とかね、とか、そういうようなこうなんていうんだろうな、一言で言うと言葉をくれた人、今でも忘れられない言葉をくれた人なんですね。でとっても人柄も素敵な方で、もう私も一目惚れしちゃったんですね。へ、はい、なんで、まあ、せっかくですからちゃんとご紹介したいと思うんですけども、はい、行動習慣コンパスって書いてあるんですけどね、はい、これで人生の9割がうまくいく、すごいですね。この方もいっぱい5本書かれていて、累計100万部かな、すごい方ですよ ね、すごい方本当に、まあ師匠ですかね、私にとってはね。なので、まあ、今日ご紹介させていただいたので、ちょっとなんて言うんだろうな、こう迷われてる方とか、ちょっとなんか勇気が欲しい方とか、そういう方にはちょっとね読んでみられるといいかな、なんていうね、生き方に迷わないな、後悔しないなって書いてありますからね、もしかしたら背中を押してくれるかもしれませんというところでしょうか。はい、ということで、じゃあ並んでいる本はこれはおすすめですか。おすすめですね。はい、また付箋がいっぱい、おすすめ、最近買ったんですけどね、ちゃんとこっち見て、巨大な夢を叶える方法、これね、ちょっと変わった本で、例えばそのアマゾンの創業者の方とか、Google の創業者の方とか、まあ、俳優さんで言えばトム・ハンクスさんとかが出るんですね。で、どういう出方をしてるかというと、彼らが大学の卒業式でしたスピーチの内容が収まってました。そうなんですか。そう。で、ここに書かれて、世界を変えた12人の卒業式スピーチって書かれてるんですね。で、なんで私この本を読もうと思ったかというと、まあそういういわゆる成功者の方たちが選ばれし者ですよね。そういう方たちってやっぱりその、例えば、ミシガン大学とか、そういうところでこう卒業式でこうスピーチをするわけですよ。で、やっぱり当然究極のメッセージを伝えるわけですよね。そういう場で喋るわけですから。でなおかつその相手は学生なのでまだ社会に出ていないと、ということは、そんな学生でも分かるようなことを極めてシンプルに、でもそのメッセージっていうのはもうこの人たちが今までの人生で培ってきた究極の言葉なはずなんですよね、だと思って手に取って読んでみた。そしたらやっぱりいい言葉が結構書いてあって、ですごく、まあ、私自身も勉強になったし、これはちょっとぜひ他の方にも読んでもらいたいなと思って今日持ってきたんですよね。やっぱりそのなど学生に向かって、ね、何千人で学生の前で喋るわけなんて当たり前なんだけど、適当なこと言えないですよね。でね、やっぱり今までの人生で培ってきたものを究極の言葉にして伝えるんですね。例えばちょっといくつか紹介してもいいですか。ヤフーの創業者のジェリー・ヤンさん、自分の枠から出てください、世界に飛び出してください、見知った土地ではなく未踏の地に足跡を残してくださいと、まあ、要するに自分ね、外に出なさいって言ってんだよねこれね、自分の枠から出てください、まさにこれなんだな、起業する時の自分ですよね本当にね、この言葉も結構良かったんだよな。ツイッターの CEO の方、今この瞬間を生きてください、この瞬間を生きてください、
この瞬間を生きてください。3回言うから、ね、3回って重要なんですよね、うんうん、この瞬間を生きろというのを3回言ったんですね、この人ね。でもこれ私すごく共感できて、なんだろう、まあ、当然過去のことを後悔してもダメじゃないですか、うん、人間って振り返ってもしょうがないじゃないですか。だけどあんま未来のこと考えてもしょうがないんですよね、うん、10年後どうなってるのか誰も分かんないわけなんで、うん、ね、時代も変わるしね、10年前ね、今のスマホでみんなこんなことやるなんて誰も想像してないわけじゃないですか、ってことはあんまり先のこと考えてもしょうがないんじゃないのって言ってるんですね、この方ね。だから、うん、今を一生懸命生きる、うん、100% 生きるっていうことがやっぱ大事なんでねえのっていうふうに言ってるんですよね。うん、ものすごく私はこれ共感して、うん、まあ、時々学生にも言ってます。パクって、ご存知の方もいるかな、アリババグループ、中国のネットの、ね、日本で言えば楽天かな、うん、ジャック・マーさんの、まあ、言葉ですけども、屋根を直すとしたら日が照っているうちに限る。要するに雨が降り始めてから屋根直しても遅いよってこの人言ってるよね。確かにね、うん、だから日が照ってる時、要するにうまくいってる時に屋根を直しなさいとこの方はおっしゃっていて、あれですよね、元気な時に健康管理しろっていうことと一緒ですよね。病気になってからみんないろいろ考えるんですもん ね、組織もそうですよね、何かが起こって動くんですよね。何かを自然っていうことはしないんですよね。そうなんですよね。だから、なんだろうな、今まで確かに自分を振り返ってみてそうだよなって思うような言葉がやっぱり結構ある、ということは、まあ、やっぱりそういうことっていうのが、まあ、成功していくために大事なんだろうなっていうのがすごく確認できるんで、まあ、すごくこの本良かったんですよね。いろんな人のことを書いてるからね。そう、ヤフーの創業者の映画監督さんとかね、日本人はいないんですけども、まあ、Facebook の CEO の方とか、まあ、今をときめく成功者ということなんでしょうか。はい、まあ、私もそのね、あの大学で教壇に立つ人間の一人なので、そうですね、だから卒業、まあ、ありえないんですけど、卒業式の時に学生に何を喋るかなっていうことをこの本を読んだ時考えた。何を語れるのかな俺は、うん、でその語るに値する生き方をしてるかなとかね、自分がもし将来こういう本に、が出るときにそこに入るといいですね。入りたいです ね、そういう生き方をしたいですよね。教育ね、私教育してるんで、教育の仕事してるんで、ね、やっぱりこういうのがちょっと引っかかったのかもしれない、はい、なのでまあちょっとねビビッときた方はおすすめ、はい、こちらを、はい、巨大な夢を叶える方法、はい、ありがとうございます。ということでまたコメントが、はいはい、金村さんからこの間ありがとうございました、はい、私もありがとうございました。あとドリームさん、ほう、深澤さん、京さん、こんばんはって、こんばんは、はい、お会いしましたね、はい、お会いしました、はい、あの小児科医の先生でね、はい、この前ここに来て出ていただきました、はいはい、で神戸さんから、今日は音声ボリュームすごくいいですねって、音声が小さいとイヤホンを使っていましたが今日は全く良好、このままでいくの、祈ってます、ちょっとね音声を変えたんですよ。いつもね変えた、最高のマックスのところにしてたんですけどちょっと絞ったんですよ、はい、あ、絞ったんですか、こっちを絞ったんです、はい、パソコンの方を絞ったんですということをしたんです。ちょっといつも大きすぎるかなと思って、だからあのボリューム小さいというより今までが大きすぎたのかもしれない。あ、なるほど、うん、今日はちょうどいい感じなのかしら、ちょっと、うん、ここにボタンじゃあ置いとこう次回用にというところと、もう一つ、あ、トリウムさんから、はい、興味深い本がいろいろ、しかもさすがのプレゼンでございます。私ですか、さすがマイってことですよ。いや、そんでもございません、なんか全然今日実は緊張してるんです。そう、本当ですよ、どこが緊張してますよ。いや何喋ってんだろう俺って感じですよ。恐れ入ります。いや、これで緊張してるって言われたらね、緊張してます、本当です。いやいや、で、はい、村井さんからも、わー、すごく興味が湧く説明ですね、さすがです、この本が欲しくなるような説明の仕方ってことですよ。そうですか、うん、ありがとうございます、ね、
この本欲しくないよって思われたら最悪ですもん、ね、説明の仕方で紹介するなよ、ね、でもこれで一気に売り上げが上がったらめちゃめちゃいいですよね自分の本もです自分の本もです、はいはい、ということで、うん、他の方も皆さんなんか質問があったらどんどん書いてくださいね、はい、ぜひお願いします。こっちの方もすあっちの数字全然当てにならないんですね。うん、はい、ということで、いやもうあっという間に30分なんですよ。だからあと30分しかないですよ。あ、1時間番組、あ、一応録画は1時間なんです、約。なるほど、はい、で、いい、1時間経つとちょっとあの今生で見聞きしている人のお得話があるんです、はい、へえ。録画はそこまでです。あ、なるほど。あとだけちょっとちょっとちょっとお得感を出そうという。ほら、9時から入ってくる人が 多いんですよね。へえ。あ、じゃあ間に合いましたみたいな。お得感を、そうそう、お得感で、ね、これをルーリーの屋根裏屋と言ってるんですけど、そこからのところが面白いとか言い出して、もう困るんですけどね。あ、いいですね。で、これからどういうふうなことをしていこうと思ってるんですか。はい、もちろん数字は扱うんでしょうけど、なんか大きな野望展開あるんですか。はい、ありますね。あの、まあ、さっきもちょろっとなんか話題に出たんですけど、やっぱりその、はい、数字に強い大人をたくさん作るのがミッションですと、うん、まず大きな話として、うん、野望として、うん、そのためには私が一人で一生懸命頑張っても叶わないんですね。確かに、うん、じゃあどうするかというと、やっぱりその今全国あまたにいる、うん、そういう例えば小学校で算数を教えている先生、うん、中学校で数学を教えている先生が、うん、まあ、一生懸命やっていただいていると思うんですけども、うん、もうちょっとこう楽しい、うん、今までと違う、うん、うん、授業なりなんなりっていうものが、はい、要するに教育ができたら変わるんじゃないのかな。いいですね。大人になってから数字って大事だよね、大事だよね、大事だよねっていうのは、これ教育の仕方として間違ってると私は思っている、うん、うん、その前に今楽しいよっていう、そう、子供の時に楽しかったら勉強しますもんね。そうなんです、そう、楽しかったのにどこから楽しくなくなったんだろう、うん、と思うわけですよ。そうです、うん、で結局やっぱり楽しくないものは学ぼうとはしないの で、ね、だからその今一番その日本の算数数学の教育者に足りないのは、うん、ちょっと偉そうなこと言いますけど、うーん、楽しませようってしてない、うん、うん、なんだろうな、うん、そう、教科書に書かれていることを教えればいいと思っている、うん、かもしれないですね、うん、なのでその教育者の質を上げる、まとめると教育者の質を上げるっていうことが自分のミッションになるのかな。うん、そうか、うん、確かに私ね、小中学校の時は算数数学すごい好きだったんですよ。大好きで、うん、楽しかったんですね、問題解くのも、はい、ゲームのようにして、はい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 、楽しいですね。で、なんか力の5000台とかもガンガンやってましたけど、うん、なぜか高校に入ってから楽しくなくなったんですよ、うん、それは今思い出すと なぜだと思います。多分やっぱり全部ね、私全て先生の影響があるんですね。どの教科も先生が変わるたびに成績のこの激しい変わりがあるんですよ。先生が変わってすごいいい点だったのに、今度また違う先生になったらガクッとこんなになるっていう、この幅は全部申し訳ないんだけど他人のせいなんだけど、してしまうんだけど先生なんですね、うん、あのよく自分のせいですとか自己責任とかって言ってますけど、子供の時は自己責任じゃなくって、やっぱり大人というかその辺は影響あると思うんですよ、うん、そうですね、だから私は先生だと思う。だってあのずっと成績がずっとそこでそこでならまだ分かるんです。で上なら分かるんだけど先生でこの違いは違うよねと思うんですよ、うんうん、トップとこの最後私この幅動くんですよ、うん、先生で、いや先生です、あのもう先生ですよね、もうおっしゃる通りです、そのままです。先生が変わると土下なんだ、土下っていうのかな、うん、私はドベって言うんだけど、あの自分で言わないですけど意味わかる。ドベドベって言うんだけど、ドベなんだけど、はい、先生変わると一気にトップに変わるって、この差は、うん、で今度トップに行ってて今度ドベになった時に先生に呼ばれるわけですよね。なぜこんなに遅か、いや あんたの生徒も言えず、いや先生変わった途端ですからね、うんうん、いや、あの教育者の責任です、ね、さっき言って、ね、はい、子供の時はね、僕はもうはっきり言ってるんですけど、それはそうですよね。そうなんです。だからもっと楽しいとか、なんか やりがいのあるような授業の仕方をしてくれるといいんです、うん、教え方。いや、その通りだと思いますね。ですよね。うん、だから私なんかその大学で講義する時とかも普通にやらないんですよね、うん、あのもう歌を歌っ
ったりとか、踊ったり踊ったりとか、はい、なんかしょうもないクイズやったりとかですね、はい、なんか男の子を口説く方法とかですね、女子大で喋るんだったらそういうことをやったりするわけですよ。それはまあそのなんだろうな、なんて言うんでしょうかね、別にただ意味もなく遊んでるんじゃなくて、はい、要するにその受ける彼女たちの彼らの気分をマネジメントするんですよ、うん、それもそうだし、あともしかしたらそれが現実で使えるかもしれないと思うと楽しいですよね、うんうん、そう、うん、この先生今日何やるんだろう、うん、この先生今日何喋るんだろうっていうふうに思わせるっていうことがやっぱりできると、うんはい、やっぱり興味を持つし、うんうん、やっぱりその気分がマネジメントで少しだけ上がるとやっぱり1時間90分聞くんですよね、ちゃんと。確かにね、うん、人間ってっていうような努力をもしかしたらしてないんじゃないかなって、うんうん、あるかも。そうね、うん、そう、私もねちょっとねそれにやってるんですセミナーで。おというのはナンパ、ナンパする、あナンパセミナーでお題でお食事に誘うとかってあるんですよ、はい、相手がどうしてお食事に誘って、はい、相手は嫌という人なんです。なるほど、はい、でもそれでも口説いてお食事に行きますって言える伝え方っていうのがあるんです。その練習があるんですね。あ面白いですね。で、あるいはまあだから詐欺師ぐらいになればいいですねって、それはどうすればいいんだろうっていうのを考えてもらって、まあ、ちょっと知恵絞りますしね、はい、そうすると嫌だと思っている人でも行きますって言える伝え方、口説き方、言葉を使いましょうっていうのがあるんです。そうするとそれは営業でも使えるでしょとか、相手の気持ちをプラスにしておいて、まあ、なんかお願い事でもちょっとできるでしょっていうところにつなげていくんですけどね。ナンパ編があるんです。え受けたい。ナンパ編なんです、実は。ナンパしたい。でもセミナーの募集とか内容にはそんなことは書いてないけど、まあテーマはやるとき練習は口説き分なんです、実は。すごいですね。でもね、かなり落ち込むみたいですよ。練習で、うん、口説いてくださいって言うんだけど、口説いてとか、お食事誘ってくださいって言うんだけど、相手は最初からノーというつもりで頑張ってってやるから、はい、結構へこむわけですよね、それで。何言ってもノーって言うわけですよね。そう、今まで断られたことないのにとかっていう男性は、結構ね、落ち込んでまして、わざわざ九州から来たのになんか落ち込んでしまってとかって言ってましたね。でも、またある時、すごいなんか落ち込んだけど楽しかったのでまた来ましたと別の講座を受けに来てますけど、変わった人もいます。へー、うん、なるほどね、やっぱり工夫があるんですね、はい、やっぱプロはね、お題をね、ちょっとね、いや今の話は勉強になった。そう、口説きましょうっていう、なるほどね、そこには ロジカルもあるし、ね、論理的なのもあるし、感情を動かすとかいろいろ全部こう入ってるから、まあ、あと現場でも使ってくださいと言ってますけどね。お食事に誘う辺は、やっぱりね、普段使えるものがこう学べるといいですよね、これ学んでもどこで使うんだっていうんだったらやる気ないですよね、うん、そうですね、うん、きっといろいろ使えたんだろうけど、今思うと学生の時に、学んだ物理とか科学は今何で使ってるんだろうと思うと使ってないし、それよりももっと生きていくためのものを学びたかったのにとかって結構ブーブー言ってますけどね、それは使い方を知らないだけだと思うんですね、きっとあるんですよね、そうですね。まあ数学で言えば、その高校の数学はまああまり使わないですね。まあそうですね、だから確かにちょっと専門的ですもんね。そうだから高校からの数学っていうのは、そのこれって将来使えるのかしらっていうモチベーションで勉強しない方がいい。そうか、こういう世界があるんだ、これってなんか世の中のなんか仕組み作りに役立ってるのね、で興味がある方はどん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 深いところに入っていけばいいと思う。そうじゃない人っていうのは別に一生懸命高校の数学を勉強する必要はないと思う。そうですよね、そうですよね。でもそういうことを高校の時思ってないから、なんでこんなものがあるんで役にも立ちそうないのとかブツブツ言うから余計頭に入らないですよね。そうだし気分も悪いしね。そうですよね。それはちゃんと教育者が言わなきゃいけない。そうだ。そうなんです。そう言われたら、今だったらそういう考えあるけれども、ね、分かんないじゃないですか。子供の時にはもうとにかく勉強したくないのでいっぱいなんで、ね、うん、でどれを学んでもなんか役に立つのかなみたいにいつも思って、うん、何のために学んでるんだろうとか、まあ、とりあえずなんか進路があってとか、
なんか高校ぐらいは行っとかないとのか、なんかわけわかんない意味でやってましたもんね、うんうん、そうちゃんと意味付けをね、うん、やっぱりしてあげないと、目的を、ね、明確にしてないからこんなことになるんだっていうのが、そう、ね、今仕事上で目的をとか言ってるけど、こんなのが分かるまでにどんだけ時間かかったか、うん、子供の時にこの目的とか目標を知っているといいなとか今思いますね。うん、だから理想はそのお父さんとかお母さんが算数を教えるっていうのが私理想だと思ってるんですよ。あ、確かにね、そうですよね、家庭の中で、うんうん、特にお父さんが教えるというか、はい、家も出るし、うん、そう、家族のコミュニケーションもできるし、ね、お父さんすごいなって思われるし、ね、お父さんこれどうやって使ってんの、お仕事に必要なのっていうのを出してお父さんが答えてあげるっていうのが一番これ美しいわけですよね。だからそういう家族算数的なものっていうものが日本の教育に根付くといいですね、結構いいんじゃねって思う、ね、いいね、うん、そういうのをやりたいですね。そういうのを目指して仕事したいですね。じゃあこれからの展開はお父さんにも、うん、そう、だからまとめると教育者を教育するということと、うん、やっぱりその家庭でこういう会話なり、うん、お勉強なりっていうものが当たり前のようにできるような世の中にする、そういう仕組みを作るってことですか。楽しみですね。細かい。いやいや、これ将来こういう本に載るんですよね。これ。なあ、はい。私は自慢します。出ますよ。聞き出したの私ですよ。ねえ、まあでもここで言った以上は残りますからね。残りますから、録画されますからね。ねえ、やべえ、やんないと。ねえ、やりますよ。だからもう出ますよ。できるんですよね。いや、やりますやります。じゃ必ずやります。ですね。その時にこの番組も一気に価値が上がるというものです。この番組高校の有料の、ね。ね、深澤さんのだけ有料にしとこうかな。なんで？これ見たかったら課金制です。で, でも今まで出た人みんな、はい、もっともっとあの将来これ課金制にプレミアム品になるかも。そうですよね。だってすごい方 ねばっかり出てますし、これ20年か30年後ノーベル賞とか取ったりとか、ね、そうなんかいろんな勲章もらったりすると、うんうん、課金制、わお、やった、何年前の何々先生の映像ですみたいな。そうそう、ねえ、もう木本先生もう半端じゃないですか、ね、いやいや、やったー、早く半端になるように頑張ってくださいよ。ねはい、頑張ります。いろいろなんか入ってきてますね。はい、この瞬間来てますよ、深澤さんって神戸さんから。お、はい、村井さんから、日本の教育は受験用になっているからでしょうね。うん、そうなんですよね、受験用なんですよね。だからあれですよね、あんだけ英語を勉強して日本人ほど話せない人いなくて、うん、すごいお金を使いまくってますよね、いくらでも。おかしくないかいって、うん、海外では そんだけ学んだらもう、うん、ペラペラですよ ね皆さん、ちょっと学んでペラペラですよね、うん、だから日本語と英語と2カ国語は喋る国多いですよね、うん、でそれが喋れないと仕事できないんですよね、うん、本当そうと思うんですよね。日本あんだけ中学、高校、大学、やりますもんね、社会人になって学んで、ね、英語やりますもんね、しかもなんか塾で学んだってすごい、まあ人のこと言えないですよ、うん、私もすごいお金つぎ込みました。あ、そうですか。中学1年の時から英会話ずっと習っててですね、すごい。もともとはあの恥ずかしいんですけど、外交官に目指したんですよ。先生、英語が大好きなんで、はい、どうしたらいいんですかねとかって言って、当時分からなかったです、はい、でこれも今はできないです。数学の先生と英語の先生どっちになったらいいですかねっていう相談をしてたんですよ。でもところがなんか数学も高校になったらもう全然で、英語ももう全然で、あんだけつぎ込んだの英会話と数学のあの学びはどこに、どこに今ね一言もできない、算数できない、どっかに飛びました。使わないとゼロなんですね、うん、思い出せるかというと思い出せないんですよこれ、うん、全然、うん、そうですよね。最近あの外国人を見つけては勝手な話しかけてたし、今思い出、変な怪しい子ですよね。あの当時広島平和公園に行ったら外国人いっぱいいるから、はい、声かけてたんですよ、小学校6年の時も。なるほど。勝手にあの、小学校の時の本じゃなくって、なんか付録に、まあ、中学になる前に英会話がちょっと書いてあったので、それを使って、うん、そうすると向こうは英語を喋るのかと思って、ブワーッと話してくるんですよ。そんなにわかんない、ニコニコだけして、でなんかイチゴもらったりとかなんか物くれるんですよね。へえ、海外の人って、日本人じゃない人みんな英語だと勝手に思ってるんで喋ってましたけどね。当時はみんなにサインしてってサインしてもらってました。意味わかんない。外国人を見るともうなんか芸能人の感じで
全員にサインしてもらってたんですよ。だから当時住所とか名前とか全部書いてもらってたから、今思えばあれ捨てなければ海外に行って会いに来たの、もしかしたら有名人もいたかもとかね個人情報をゲットしてたわけね。そうそうそう当時ね、いろんな国の人に声かけてました。ああそうなんですか、っていう子供だったんです。へえ。数学と英語が大好きだったはずが今はごめんなさいって日本語もあんまりまともやる使わないとそうなるんだね。なります、はい。思い出すってこともないですね。そうですよね、うん、全然ですね。だからやっぱり間違ってるんでしょうね、教育の仕方もね。受験英語ですよね。まあ、当時はちょっと英語は英会話だったんですけど、英会話と英語と全部両方やってたんですけどね。全然当時よく分かってたなと思うんですよ。なあのヒアリングもすごい得意だったので。そうですか。今全然分かんないです。もったいない。もったいないですよ。だからお金どんだけ費やすか、教材買ったりとか、あの塾も行ったり英会話行ったりとかして喋ってたの。あの時の私はどこにいたの。今喋られても分かんないですはぁとか、ね、日本語で喋るから通じるんですよ、迫力で。ええどういうことですか、迫力で通じるってことですか。もうあの英語だろうが何だろうが気にせずに日本語でブワーッと喋れば、もうあのもうなんか分かるか、分かるんですよ。これはあの昔あの漫才の西川きよしさんと木村康さん、なんだっけ、横山やすさんが前、テレビで出たんですよ、はい、英語じゃなくて大阪弁でアメリカに行っても全部通じるんだって言ってましたから。へえ。コミュニケーションとかって言ってますから私も迫力で道聞かれても右って言って左ってライトレフトは言わないんですよ、わかるんです。下手な英語を使うより日本語の方が通じるんです。言葉って何なんですかね面白いな、そうなんですか。だから村井さんの受験用になってるからでしょうねっていうのは確かにそうですね。いやそう、その通りだと思いますね、うん、受験も大事ですね。受験勉強の学問ですからね。そう、そう、で神戸さんからルリコさんそのパソコン便利そうで、これパソコンじゃなくてねサーフェイスっていうやつなんですよ、こっちのこれのことだと思うんですけどね、うん、めちゃめちゃ便利でいいですよ、うん、録画もできるしね、カメラ撮影は私いつも Facebook にアップしてるのはこのこれで写真撮ってるからなんです。カメラマンがいらないってことですよね。これでなんかタイマーみたいな感じで。そうですね、これでこうやってやる、三脚になっているし、でタイマーが、はい、3秒ぐらいでできるので、3秒であと明かりもライトアップができるので映りいいんですよ。便利ですね、めちゃめちゃいいんですよ。これネットできるし、ちょっとチェックだなこれ、おすすめです。テレビも結構宣伝してますけどね、これね、どんだけ私宣伝してるかって聞かれるんですよ、必ずなんか講演とか行っても何ですかとか、いろんな人がセミナー中も見て、あの他の先生方も何って言ってメモして帰られるので、それいいですねって、うん、多分かなり売れてると思いますよ、私 の, あの宣伝で。とすごいですね、代理店したいかな、ね、ちょっとね、ちょっともらってもいいんじゃないですか、ね、本当に知られてないんですよ、これもう何年も経ってるのに。そんな経ってるんですか、うん、わもう今3ぐらいでしょ、これ1ぐらいそうですか、はい、すごい便利です。あ、ちょっとチェックしてくれ。Excel、Word、PowerPoint とか全部入ってますからね。あ、おすすめです。なんかこれ買っちゃいそうな感じがするな、うん。おすすめです。ネットできるし。写真撮れるの？写真、動画も撮れるし、ね、動画も撮影もこれでやりましたよ、私。うん、本当にあの人がいらないんですよね。だから一人で全部ある写真は撮ってます。うん、いいですね。だから他のこういう風の自撮りはできないんですよ、私。うん、こんなのはできないんです、うん。これだと本当に。なるほど。いつもこれです。一人でやってます。何の営業してるんでしょうね。顔。はい。ということで、水越さんがこんばんは。あ、こんばんは。トロフィーはって、トロフィー？あ、はい。ありがとうございました。トロフィー、トロフィーもらったんですよ。つい先日。あ、そうかそうか。この前見ました。うん、あのこの本の出版に新刊祝いっていうんでサプライズで皆さんからいただいたんですよ。うんでそのトロフィーにこう一人ずつこうちょっとメッセージを、うん、すごく感激しました。ありがとうございました水越さん、本当に水越さん、水越さんも与えた一人なんですか。そうですそうです。その場に結構あの著者の方とかセミナーの講師の方とか、あこの前なんか皆さん飲み会してたやつですか。何人ぐらいいたのかな、著者がいっぱい。そうですね、20人近くいたのかもしれませんけれども、はい、その方みんな一言ずつこう書いてくださって、はい、
感激しました、あれは。すごい、はい、すごい。ありがとうございます。トロフィーもらえるぐらい頑張りたいですよね、水越さん。もらえますよ。いや、私何でもないですからね。もらえるのもない。すごいな、まあ、次々と。やっぱり本出される人は違います。頑張って、私も書かなきゃな。頑張りましょう。私も頑張ります。いやいや、もうそんだけ頑張ってたらいいじゃないですか。あの、少し遊んどいてくださいよ。あ、そうですか。はい。ということで、水越さんからのトロフィーはっていうコメントでしたね。あ、ありがとうございます。はい、大事にします。ね、だって水越さんもユーストですごいやってるから、トロフィーなんかもみんなからもらえますよね。ね、もう250回以上やってますからね。すごいですよね、毎週毎週ですよ、しかも。あ、水越さん毎週やられてるんですか。うん、毎週。月に2回でもすごい大変なのに、毎週ですよ。すごいです。すごいです。うん、おかしい人ですよ、だから。もうすごすぎる人おかしいですよ。もう変人みたいな。そう。すごい。だからもう、あの、プロですね。あ、まあ、そうですね。カメラのこととか、ちょっとこの前セミナー受けたんですけれども、はい、半端ないですよ。もう一人でカメラの切り替えから画像を入れたりとか、例えば今こういう本の紹介されると、うん、そういう本の画像もバーンと、いろんな本がちゃちゃちゃっと撮影もあるし、画像も入れたりとかね。そうですか。おかしい人です。おかしい人。はい。変態なんですね、うん、さんね。変態ばかりですね。変態ばかり。まあ、ここにあのゲストでお越しになる方はみんな変態ですから。ここ変態の席。はい、そうです。まともな席。何をおっしゃってるんですか。まともな人が変態を引き出すと。何をおっしゃってるんですかね。そうですね。はい。ということで、あと9分しかなくなる。あ、もうそんな時間ですか。はい。じゃあ、あの、今度、金曜日、今週の土曜日でしたよね、セミナー。はい。ね、何、15時でしたっけ。なんか3時か3時半頃でしたね。その辺ぐらいから2時間ぐらい。はい、そうですね。はい、ぐらい。2時間でしたっけ ?1 時間半でしたっけ。1時間半かな。ぐらいでしたよね。はい、なんかそんな中途半端な情報ですいませんね。はい、はい、中途半端。お互いはっきりと覚えていないという。今週の土曜日ですね。そうですね。3時。だと思います。確か3時ぐらいだと思います。3時か3時半か1時間半、はい、あります。今日のお話の中でもありましたけども、数字でいかに上手に伝えて相手を動かすかみたいな、はい、そういうテーマでセミナーやりますので、はい、ね、ぜひお越しください、はい、ぜひお越しください。女子参加率高いですよね。前そうでしたね。びっくりしました、うん、数字の話は普通ね、はい、男子の方が多いんですけどね。男性多いのかなと思ったらね、しかもあの男性にモテるんですよね。前言ってましたよね。男性からお尻触られるとかって。そうなんですよ。なんでそういうことここで言うんですか。これちょっと残るんですよね。ねえ、そうそう、ね、そうあれか。悩みっちゃ悩みなんですけどね。こればっかりはしょうがないですけど、きっとなんかなんかね、ちょっと そういう方の方に好かれるみたいな。私は違うんですけど。そうなんですか、はいはい、これはっきり言っとかないと誤解されるんでね。はい、数字が好きだからって関係ないし、ね、関係ないしね、はい、いやだから女性の方が来ていただけるのはもうハッピー、ね、はい、とっても嬉しいです。ぜひお越しください。なかなかね、受けられないんですもんね。あまりないですもんね。そうなんですよ。企業とかそういう呼ばれていくっていうのが多いから、はい、あまりないですよね。あまりオープンな場で ね、あの話すことはないので、そうそうそう、ね、だからぜひ私のところでセミナーやっていただく方、最近はちょっとね、あんまりこう一般的には参加できない方っていう人多いですよね。あ、そうなんですか、うん、企業研修とか企業講演とかそういうのを多くやってる人に、まあ、できるだけ来てもらってやってもらうとちょっと受けられるかなと、うん、でも絶対やらない人もまあいるんですけどね、うん、公開ものは公開というか、その呼ばれてしかやらないっていう人もいますけどね。でもぜひここでやっていただいて、いろんな方にこの楽しい数字を、そうですね、うん、楽しくやるっていうのが私のモットーなんで、はい、はい、ね、ぜひ面白いのでぜひ土曜日来てください。ホームページを見ていただけると分かります。あと Facebook にもイベント立ち上げてますので、うん、ぜひそちらの方にというところですね。はい、はい、あ、水越さんから、うん、おかしい人でーすって認めてますね。はい、おかしい人ね、おかしい人ですからね。はい、ということで他に何かないですか、ご紹介すること。ご紹介する、紹介すること、うん、イベント土曜日今話しました。他に、そうですね、意外とないんで、まあこの本の紹介したばっかりですけど、来月また新しい本が出るんでね、そちらもよろしくお願いしますとか、そういう感じですかね。次は中継さんでしたっけ。え、これは中継さん、これは高中継さんですね、うん、次は違うところですけど、でも次もまあちょっとリーダー向けの向け、うん、ま
人を動かすっていう数字で人を動かす、まあ、まさに今回の、ね、ここでやられる、ね、やるセミナーのタイトルに近いんですけど、うんうん、私も動かす、私も人を動かすやつなんですよ、うん、多分次もそんな感じが私はします。今もいつもまあ話してることが私は人を動かすやつなので、うん、みんなそこ悩んでますしね。そうですね。ね、私がやってるのが全部ずっと動かす系でコンテンツはやっているので、うん、やっぱり動かすことですよね。うんうん、あのよく皆さん伝えるとか伝わるって言うんですけど、うん、じゃないんですよね。うん、動いてもらうことが狙いでしょ、うん、伝わっても意味がなくて、うん、動かないとしょうがないよね。そうなんですね。うん、楽しみですね。はい、そうなんですね。毎月。まあそうですね。3ヶ月で1回ぐらい書いてますね。1冊書いてるのか、ベース的にはね。すごいわ。私、1つ書くのに1年以上かかる。ちょっと変態かもしれませんね。いや、ちょっとじゃないですよね。思いっきり。思いっきり変態。どういう時間に書くんですか？どういう時間？そうですね。まあ、なんだろう。この日、執筆の日って決めるんですよね。もう。はい。執筆の日って決めた、うん、例えばまあ午前中だとしたら3時間ぐらいあるわけですよね。でそこの3時間でもう1章分2章分ぐらいは書いちゃう。すごいわっていうような感じですね。集中して書いちゃうっていうタイプですね。確かに集中、追い込まれて書くタイプだな。あ、そうですか。決めてこれってやってもねダメなんですね。あ、私逆かもしれませんね。そうなんだ。結構もうどん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 やっちゃうんですね。だからその原稿を1ヶ月後でいいですよって言われても翌日に出しちゃうタイプです、うんうん、わー羨ましい羨ましい、無理だわあ、締め切りよりは早めには出すんだけれども、うん、そうです。早く 手をつけるんだけど浮かんでこないんですよ。うん、降りてこないんですよ。で追い込まれたらなんかタイプですね、これはね、こればっかりはね。なんでここで降りてくるの、もっと早く降りてないみたいなんですよ。もっと早く来てよ。そうなんです。どこに今行ってるのどこに行ってるんですよどっか行ってるってことね。そう、遠回りしてね、そろそろ来てほしいな、そろそろ来てほしいんですよ ね、 そろそろ来てって思ってます、ね、締め切りがないのがまた怖いんですね。だから締め切りないのダメなんですよ私。あ、いつでもいいですが一番ダメですね。あ、それ危険です、ね、具体的な日時、うん、何月何日何時何分何秒何があると燃えます何秒まで、秒まで言いますね。ダメなんですよ。例えば23日までって言われると23日の24時ちょっと前だから23時59分59秒までに粘っちゃうからダメなんですよ、うん、なるほど。お着物の扱い方、締め切りがちゃんと日時分秒で言いますっていうことですね。これテロップで出したいですね。ね、うん、というここですよね。そうなんですよ。あ、またおい、西さん、西ひろこさん、久本さん、こんばんは。深澤さん、はじめまして。あ、はじめまして。遅くなりましたって、ね、ほらね、だんだんこの美味しい話が、ああ、遅くなりました、ね、そういうことなんだ。あ、はじめまして。はじめましてなんだ。素敵な女性なんですよ。そうですか。彼女もよろしくしています。素敵な女性だと会いたくなるんですよね。素敵な女性だと会いたくなる、はい、はい、で、水越さんから、はい、執筆の日って決めるんですね。私は、うん、なかなかすみません、編集長から最速メールもらったって。水越さん、1年ぐらい経つんじゃなかったっけ、水越さん前から出版出版って書きましょうよって人のことは言いません。まあでもお忙しいですからね、水越さん ね、水越さんはなかなか降りてこないんじゃないですかね。だと思います。ね、降りてくる方法ないんですかね。いや、降りてくる方法ですか、うん、降りてくる方法、ないですね。まあそのすげえなんか泥臭い話ですけど、もう四六時中考えることですね。そうですね、はい、僕、私そのモードになるともう寝るときというか、寝る直前もお風呂入ってるときも飯食ってるときも全部本のこと考えますもん。確かにね、うん、考えても降りてこないからなんだろうな、で、なんか、あ、こんなんかなって思ったら始めちゃうんですね、私は。あ、そうか、そうか、多分そこの違いなんじゃないですか。とりあえず始めちゃうみたいな。いや、とりあえず始めて全然進まないんですよ、うん、なんとなくその時間が、うん、結局始めたんだけど、うん、みたいな。ただ乗り移った時だけはもう一瞬なんですね。あ、もう朝昼間も関係ないです。あ、わかります。それすごい。もうこれ寝たらおしまいなので、もう起きてずっと頑張りますね。カメさんから、みんなおかしい人だから面白い、私はおかしくないですよ、他の人はおかしいですということですね。じゃあ、もうこれから
ね、先生たちやお父さんなどに、ね、これからどんどん教えていって、うん、数字の楽しさをそうですね、して、ね、分かってもらうというそうですね、もっと楽しく数字の勉強ができる、うん、世の中にするとということだと思います。はい、はい、で自作が字が次の月にまた一冊出ると。そうですね、はい、で今年は他にもまた出るんですか、将来月。いや年末にあ予定してます。おお、すごいな、ね、何冊書くんですかね。わかんないですね。おかしいや、おかしいや、ね、まあ、おかしい人のことは私よくわかんないのでということですね。ということでここあの東京は東神田から今日はっていつもなんですけどね、うん、放送をしておりました。はい、でここはですね、まあ、ちょっと一つ宣伝なんですが、まあ、こういうふうにユーストも配信できるし、うん、セミナーもできるし、うん、交流会もできるし、ウォーキングとかいろんなそういうセミナーもできるということで貸し出しをしております。ぜひよろしければここを活用していろいろと何かイベントをしていただけると嬉しいです。詳しいことはホームページに載ってません。えホームページには載ってるんだけど飛べないようになってるんですね。どうやって見るかというと Facebook から見ていくっていう形になりますので、Facebook の私の Facebook のお勤め先みたいなのがこのセミナールームになってますので、そこから見ていただけるといいですね。なるほど、変わった形にアクセスが簡単にはできないという、うん、ハードルをちょっと上げた借りにくいセミナールームにしています、はい、まあ、そろそろオープンしてもいいのかなとは思ってますけれどね、うん、ぜひ借りてください。あと私からの宣伝とすると、うん、講師のためのパワーポイントの見せ方というか作り方の講座を久々に1年ぶりかな、あまりやらないようにしてるんですね。あの知り合いの講師からあまり人に教えてほしくないって言われたんですよ。みんながいいものを作るのって嫌だなって言われたんですよ。あ、そうなんですか。うん、自分は人より上にいたいと、だからあまり教えないでって言われたんだけど、いや教えないでって言われたんですよ。でもまあだから年に2回ぐらいは教えますよっていう。ただ1回限定4名しか教えることはできません。手取り足取りなので、うん、Windows とか Mac とかあと PowerPoint のバージョンが違うと本当に大変なんですよ、教えるのが、ね、ちっちゃかみっちゃかなってことね。ということで応援講座ではないので、うん、そこはちょっと違いますと、うん、あくまでも講師のためなので、うん、なるほど、講師用の、投影用の PowerPoint と配布テキスト用の PowerPoint を使う、まあ、使い方っていう講座なので、うん、ぜひご参加くださいと。いいですね。あとね、この前でも依頼来たんですけど、監修も来ました。何ですか？あるスクールからその、うん、パワーポイントの投影用の監修もそれもやってるんですけど、基本的には自分で作りましょうっていうのが私の、まあ、お願いなんですね。うん、そうですね。自分でノウハウを知って自分でやればいいでしょう。うんうんうん、でも、まあ、監修ももちろん、そうするとその1個だけをバーっとやることになりますけどね。へえ、すごい、うん、はい、一応ね、あの講師用の投影用はうるさいのでっていうだけで、でもすごいですよね、もうチェックしようがないくらいパーフェクトぐらい。いや今の話先に聞いてたら私ここでできなかったですよ。本当に本当に、ね、あの本当にあの勝手に見てしまうんですねパワーポイントが気になるんですよ。あの、まあ、お仕事からそうなんでしょうね。なんか知らないけど気になるんですね。なのでパワーポイント、よかった、ね、後から聞いてそれ。いやいや、もうすごいですよ深澤先生のセミナーのパワーポイント投影用普通ですよ。いやいや、普通じゃないんですよ。あの普通じゃないんですよ。普通じゃないんですよ、皆さんそうじゃないんですよ。すごいなと思います。やっぱり、内容がきちんとしていてトークがきちんとしている資料なんですよ。というのを見たい以上だから皆さんぜひ、じゃあぜひ見に来てください。はい、パワーポイントも見ものです配布資料も見ものです。見ものです、ということです、ね、はい、学べるところはいろんなところにありますということですね、はい、ということでまたあの次回は誰ですか。また男性ですね。こう、うん、男性続くんですね。割とね結構ね女男男みたいな感じで。あ、そうなんですか。これ自然あのか なんかそうなっちゃった。何にも意図してなかったんだけど、なんか最近そんなになってます、うん、次回は30回目、今日が29だから次回30回で、はい、あのご存知の人ですよ、石田和夫さんです。あの税理士の、あ、石川さん、あ、はいはい、あ、石川さんが、石川さん、石川和夫さん、はい、で、楽しくないと
どんな話が出るのか、またおかしい人ですよね。話なんじゃないですか。ねえ、ということで、まあ、ね、こんな方がもう変な人ばっかりですけどね。変な人ばっかりですね、確かにね、はい、変な人すぎだもん、はい。あ、なんかまたコメントだけもう一回読んで、じゃあ終わりにします、はい。水越さんから、四六時中考える、とりあえず始めちゃう、ありがとうございます。はい、水越さん、とっとととりあえず始めて本出しましょうね。はい、で村井さんから、深澤さんにフェイスブック申請しようとしてびっくり、ケンブリッジなんですねって。そうなんですか、すごい。ケンブリッジ、うん、ケンブリッジなんですねって来てますけど、違いますよ。違うんだって。大学ですよね、多分ケンブリッジ。分かんないけど、なんか多分そういう風に書いてますよ。ケンブリッジじゃない。じゃあ違う人に申請してる。多分。おもろいかも。日本の大学ですそれ。なんだろう、なんでだろう。ドリームさんから、私は雑誌の原稿チェックでもきっちり締め切り日です、うんうん、でも締め切り日でいいじゃないですか。それがいいんですよ、ね、うんうん、素晴らしいと思います。すごくいいんじゃないですか。締め切りを守るってのはいいですよ。下手に自分が締め切りを前倒ししすぎていて、この前大ボケしました。どういうことですか。あの、2週間ぐらい早めに自分の中で頭に決めてたんですよ、うん、でもすっかり忘れていて、それをまずいと思って徹夜して頑張って送ったんだけど、はい、あの、締め切り全然ね、そうです。ここからのもうね、いや、秋元さんいつも早くって、あの、大丈夫ですよって、うん、そうですね、で、だけど結構おっちょこちょいですね、秋元さんって。いやいや、思いっきりそうなんですけど、もう徹夜せにしてやって、その前の、その次のなんて全然 OK だったんですけどね。で他のもなんかあの送って、3ヶ月分送って、結局、はい、ちょっと今ね、9月分まで出しちゃったから、1社はちょっとね、ゆとりみたいな、ちょっと余裕が今、はい、もう終わりで松尾だったんです。その時にはまずいと思って、送ってなかったと思って、へえ、だから次の送りますみたいにしたら、なんか意外ですね。だからあのギリギリになるから前倒しで、自分の返事がもう忘れ、分からなくなってるんですよ。前倒しにし、そうそう、前倒ししてたのがもうその日絶対だと思ってるから、なるほど、パニックでした。まずい。でも何も言ってこないから、なんて言ってこないんだろうとか、ね、遅れてるよとかって言ってくるのかなと思ったら言ってこないので、焦ったんですけど、言ってこないですよね。うん、あ、言ってこないですね。早めに。っていうのがありました。出た、鹿和夫さんで村井さんからのメッセージですね。村井さんから、遅い人、違う人を申請しちゃいました。やっぱり違う。やっぱり違う。ほら、やっぱりすごいなー、ケンブリッジが良かったなちょっと、じゃあ面白いねということで、はい、はい、ちょっと時間は過ぎてしまいましたが、ということでまた次回をお楽しみということです。はい、はい、ということでまた次回なんですが、うん、ルーリの部屋はここまでとさせて、放送録画は音楽なんですけど、音楽を流しましょう、音楽がさっきがオープニングだったからクロージングエンディング、はい、ポーズお願いします。ポーズ、はい、うん、違うんですよ、ルーリーの上で著者のってこう私がやります。これ本なんです、うん、著者の本棚で本を開いて間を置く、ルーリーの上や著者の本棚、これ、はい、開いて、はい、でこう開いて顔を読む、こっちか、はい、こっちか、で、こう開いて顔を読む、はい、ですか、では行きます。では、ルーリーの部屋、著者の本棚ということで、また次回をお楽しみに。では、この話を持って、あ、じゃあ自分でよろしくお願いします。はい、音楽に合わせて、あ、なるほどね、これはね、水越さんのパフル、あ、これいいっすね、マーク逆から。やべ、楽しいこれ。パルムさんからも、皆さんこんばんは、ずっと見ていました、フォローというのは私から見たらすごいと想像できませんというふうに書いてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。結構ね、見ていてもね、書き返しても多いんですよね。ということで、この音楽は橋本さんの朝顔です。朝顔いい曲ですね、これね。ねえ、リズムいいですよね。すごい曲、うん、はい。